はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、グルールアグロということで、まあ、ものすごいオーソドックスなグルールアグロですね。なんかマジックの初心者に使ってもらうんだったらこういうデッキがいいんじゃないかなっていう感じのグルーラグルです。まあちょっと鏡割りのグルーラーはちょっと癖あるかもしれないですけど、まあ巨大化と火力、まあ、テンペスト時代とかに普通にあったような感じのね、グルーラーアグロですね。火遊びと稲妻の一撃で焼きながら巨大化とかで大きくしながらただクリチャー殴っていくというね、はい、シンプルなデッキになってます。多分かなり早いんで、こうミッドレンジとかでやったら勝てるんじゃないかなと思います。さあ、それでは早速やっていきます。はい、プレイ。さあ、7枚でキープします。で、土地出してターン終了。血に飢えた敵対処いきましょうか。さあ、アタック。まあ、これはチャンスと見るか。さあ、無鉄砲つけて殴っていく。ターン終了。まあ、これはチャンスですね。さあ、アタック。さあ、稲妻の一撃。ターン終了。アタック。まあ放浪王が来るんであればそれに合わせて稲妻の一撃で。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行。7枚でキープ。さあ、熊野と活火山の対峙。さあ、ラーダの先導者。これは何だったっけ？ X で吹っ飛ばすか。だから。さあ、アタック。さあ、火遊び。一応もらっとくか。ターン終了。さあ、いや違うな、インド字だな。さあ、火遊び。
偶話ではないのに欲しいの。さあ鏡割りの偶話出してターン終了。あー難しいなこれ。3点4点7点あいけるか。さあ巨大化、さあアタック。はい対戦ありがとうございました。これ土地引き期待するにはちょっとあれかな。でいこう、7枚で7枚じゃない6枚でキープ。土地戻すか。はい、ターン終了。先導士さあアタック。あ、鏡割りの偶話を出してターン終了。いやーどうだこいつで出してやめた方がいいか。巨大化、いやーこれはもうあれだな。はい、さあだ稲妻の一撃。3分食らいます。ターン終了。絶望将来かなかなか厳しいな。無鉄砲をつけて殴っていく。ターン終了。一応次巨大化でラダーの、じゃラーダーの先導車がここにつけてブロックできんようにしつつ殴っていきたいですね。装備させてくれたら切り崩しだったらかわせるんだけど、これは勝ちましたね。いやまだ分からんか。
ちの方が良さそうだ。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。グルールアグロということでね、はい、非常に速くて強かったですね。まあ1マナ息がねすごい強かったね。総員の速装であったり巨大化であったり無鉄砲であったり、まあそことラーダの先導車非常に相性がいいというのもありましてね、もうガンガン殴って速攻で勝負が決まるんで、ランク戦でこれやったらすぐにミシクいけそうな感じですね、手応え的に。はい、まあそんな感じで、グルール好きな方はねぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。